ボディメーカー。はい、ボディメーカーの長尾翔です。本日はよろしくお願いします。今日も、久々にお会いしまして、ちょっと改めての僕にはなるんですけれども、会長の自己紹介の名前からよろしいでしょうか。ジョーコンからとります。はい、大阪出身です。自分の名前は JX ボクシングスと言いまして、2017年に名前を入学しました。前の自分から芸能生活約12年目になるのかな。はい、ほんで結構去年の10月2日付で、ボクシングの、はい、加盟することになりました。はい、今年ね、初めて小田選手がプロ1号となるんです。あとは自分のコンセプトとしては、皆さんと仲良くして強い選手を作りますから、世界チャンピオンを育てるというところで、はい、やります。はい、会長はちなみにどういった経歴というか過去の、はい、はい、ボクシングをしてたんですけども、プロ、はい、目指してたんですが、視力検査したことがあって、はい、結局まあ、うちの恩師から、はい、そのトレーナーと見つまるんじゃないかと、はい、と言いながら、思いながら、はい、進んできたんですけど、ある選手というきっかけがあって、はい、選手で、まあ、その選手が、まあ、たまたま先手だと勝てて、その時に選手に渡す花束をですね、はい、私にくれたんですわ。はい、その時にもう、こんなすごい素晴らしいことがないみたいなのは、はい、っていう形で、ちょっと言うと、私のきっかけをしたんです。まあ、それで最初で33年くらいですから、はい、まあ、世界タイトルマッチも勝つなと、そうですね、はい、まあ、勝つことを言ったんですけど、まあ、そんな形で、まあ、51位なんですけど、まあ、新たに、プロジェクトしてスタートするという感じです。はい、プロのトップの選手のバックアップを使われて、まあ、このジムを起こされたということで、はい、で、プロジムを加盟されて、第1号選手ということで、はい、失礼ですが、すみません、お名前からよろしいでしょうか。はい、JX ボクシングジムの泉佐野市出身の浦井さんです。21歳。あ、21歳、はい、もう若いですね。ちなみにじゃあ、まず今年、はい、プロになられたということなんですけれども、もともとは何か格闘技であったりとか、スポーツはされてたんですか。そうですね、小学校2年生から、はい、中学の3年生まで剣道をやって、剣道ですか、はい、そこから高校1年生からボクシングをやり始めました。剣道とボクシングってなんかちょっと距離感が全然違うイメージがあるんですけど、それは苦労はなく適応されたんですか。そうですね、初めは全然違うんで、足の位置とかを体調にずっと怒られてました、はい、でもそこからその剣道のいいとこを織り交ぜながら会長が教えてくれたので、はい、今のボクシングのスタイルできたと思います。ちなみに高1でいきなりボクシングやろうと思ったきっかけって何かあるんですか。そうですよ、まあ、中学生の時からずっと友達と YouTube でボクシングの動画を見て、はい、それでやりたいなって思っていたんですけど、はい、親が中3までは剣道をやってって言われたんで、そこから剣道を終わってボクシングをしたいなと思ってここに。時代ですね、今は YouTube を見てボクシングがいるので、ね、すごいですね。もともとじゃあここに通いたいと思って、じゃあプロになりたいと思ったっていうイメージですか。そうですね、プロになりたいというよりかは、はい、強くなりたいっていう。あ、強くなりたい、はいはい、もっと強いやつってどんなんだよって、はい、自分弱いんで、強いというほんまにどんなんなんかなとか、はい、かっこいいかなと思って、はい、強くなりたいと思ってここの自分は。コーチからされてるということなんで、アマチュアの試合とかも出られてる。そうですね、はい、会長がサポートされて試合に出られてたと思うんですけど、はい、まあ、試合も、まあ、もちろん勝ったり負けたりとかあったと思うんですけど、はい、何か印象に残ってる試合とか何かありましたか。そうですね、去年なんですけど、はい、国体の大阪予選で1ラウンドで負けてしまったんですけど、はい、その試合が一番印象に残ってます。そこでボクシングどうしようプロだろうかな、はい、それともやめようかなっていうのを結構考えてしまって、はい、そこから考えてる間に会長の恩師の二岡先生っていう方と、はい、会長と話していて、メキシコどうやみたいな。メキシコですか。はい、はい、で1ヶ月間メキシコ行かせてもらったんですけど、すごいですね。そこで、はい、そのメキシコはもうプロがヒーローみたいな、はい、ボクサーが有名じゃなくても有名でもなんかすごいみたいな尊敬される国で、そこであ、やっぱ俺プロになりたいんやなっていうのが思って、プロになりま
ました。会長がいろいろサポートされて、まあ、メンタルであったりとか練習もそうなんですけど、会長としては何か着目してた点とか何かありますか？まあ、大体高校1年生から学んでいくけど、まあ、なかなか分かんないんじゃないですか。はい、お前続けてるかな、ほとんど続けてない人が多いなと思いながらも様子を見てて、はい、コロナ禍もあって何試合できなかったんだけど、はい、まあ、とっても真面目で取り組んでる姿はちょっと、まあ、すごいなとは陰ながら思います、ね。はい、で、それで僕がおっしゃったようなので、今負けた後に後ろ行った後にやっぱ逆的に思いましたね。はい、そこで毎日結果的に最初に3位に行ったんですけど、それで一応今年のテストイメージの形で取れたんですけど、やはりもその私たちの試合じゃなかなか情報がないじゃないですか。はい、彼ら情報をたくさん持ってて、情報をしっかり取り入れたりとか勉強熱心だなと、はい、だからびっくりすることもやってるな。で、僕もあんまり最近は押し付けることもなく、はい、が考えると一回やってみなさいとやっていいとこは上がっとこうなとそういうふうに毎日注意してますけどね。なんかまあ頑張りやるんですね。はいはい、見守るというかそういうイメージに近いです。まあ、言うべきところは言うけど普段も自分の動きはちゃんと自分で考えてよねっていうイメージのスタンスです。まあ、大まかほどの自分僕は見てるんだけど、はい、その何かやりたいことは、はい、まあ、そこはもう否定はしてる。あ、はい、どうやってみなさい、はい、で一回聞いてみて、あ、これちょっと食べとこうかっていうスタンスなんで、何でも言いやすくて、好きな、好きなトレーニングを取り入れています。でもまあ、プロジムを試されて、はい、まあ、プロ第1号選手が選べて、試合は今、4月なんですけれども、まあ、決まってるんでしょうか？はい、5月の24日、和歌山県のビッグエールっていうところで、試合のデビュー戦が決まってます。はい、結構でかいところですよね。そうです。はい、対戦相手はいろいろもうすでに研究とかされている対戦相手の情報が、ね、ないので、はい、まあ、はい、まあ、まあ、そういうのを聞いたとか、どの相手が来ても、はい、やってることは面白いだから、はい、まあ、しっかりと話したいかな。はい、階級はちなみに階級フェザー級で、フェザー級ですか？はい、試合に向けてどれぐらい落とす予定とかは普段から、はい、もう試合決まってから62キロ節制していて、はい、62、3キロ節制していて、はい、減量幅で5キロから6キロくらいで落とせなきゃ、そんなにしんどくはないと思います。この万全の今ポジションというか、そうですね、あとじゃあ練習をもっとするのみというか、はい、まあ、今月いっぱいしっかり、あ、はい、ちょっと来月なんだから、はい、ちょっと調整、はい、目標というか将来こうなりたいとかっていうのはありますか？今年はまず連勝して来年は全日本新人王にエントリーしようと、はい、そこで全日本新人王優勝できたら日本ランカーになれるので、はい、そこからが本番やと思ってるんで、まずは全日本新人王優勝ってことですね。会長も思いというか目標というか一緒に、はい、そうですね、まあ、もっとずっと長いことでなやりだしても、はい、始めたんですけど、はい、まあ、アマチュアのジムだったんで、まあ、その過去の自分のやってきたことは、まあ、出せないはい、出せたんだけど、まあ今日ね、まあ、仕事を上げていったということで、まあ、年も取ってきたけれども、支えがありながら、やっぱ経験をしっかり出して、まあ、田口先生が出して、はい、まあ、当然、彼が欲しいのを取ったように、やっぱ、まず選手を試験に取って、まあ、大丈夫なことを出したいなということです。はい、まあ、大阪の南の方で、プロ関連されているジムも、まあ、堺のことが多いと思うんですけど、ね、泉大津ってあまりいないイメージなんです。堺から和歌山まではなんで、はい、間に高速なんです、はい、泉大津であったりとか、泉様の方はこちらに来れば、まあ、プロになれる可能性も十分あるということで、ご紹介したいです。募集はされていますか？はい、意外と募集もしてないんですけど、はい、まあ、意外とプロジムも、あ、そうなんですね、まあ、今年に、はい、まあ、入ってきて、で、まあ、さっき続いてますね、まあ、募集されてないけど、それでもなりたいっていう子が来るんです。そうそう、前からずっと見ていた、はい、すごいです。はい、線引きとしてやっぱアマチュア人とかプロの人とかっていうのは貢献するから、そうです、考えられる中であると思うんです。なので、場合だったらやることが違ってくるので、はい、やっぱ、まあ、プロだったらもう質問やったし、試合進行のタイトルになって、はい、まあ、大きいところで世界に対して、はい、まず、ここの勝負してチャンスがあれば、はい、いけるんですが、
こまでなんで、はい、行き先がすごい止まるじゃないですか、はい、なのでまあそういう事例もありましたよね、はい、だから過去教え子がね、あのプロの一部の時間が全部教えてみたいな、はい、言ったこともあるし、まあ、まあ、なんか自分がね、ずっと用意してチャンネル出してるとか、はい、こういうことまで道は作れたかなとかみんな頑張ると思うのかなと、はい、いうやろうしね。まあじゃあ、4年ほど在籍されて、まあ、まだフォローは、はい、まあ、初めて、はい、予備校の予備校で、まあ、来年あたりフォローを出してもらえるかなと、はい、楽しみですね、自分としては楽しみですよね、はい、まあ、学校についてね、まあ、先頭行っていただいたらいいかなと思います。あの最後に一言、はい、あのカメラに目線を向けていただいて、ちょっとじゃあ気持ちというか、その次戦に向けての気持ちをちょっと強く自己紹介と思います。はい、ジェイクスボクシングジムの平井さんです。来月の5月26日和歌山でビッグウェーブという会場でデビュー戦決まってるんで、面白い試合にするんで、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。こんにちは、ジェイクスボクシングジムの情報を取ります。このジムはですね、昔からあの皆さん、子供からこんな老若男女のたくさんの人が在籍しててアットホームなジムです。去年はプロのジムになりまして、新たにね、新しいステージに進んでいきます。皆さんと一緒に、福祉を楽しみたいと思います。アクセスも意外と近くて、南海本線の三ノ瀬駅からともう10分以内にありますので、駐車場も完備しています。皆さん、どうぞお越しください。失礼します。